企業信玄餅。右は開封して、きな粉と黒蜜を施した状態。企業信玄餅は、山梨県笛吹市の製菓メーカー、企業屋が製造、販売する、土産菓子である。1968年から販売している。二つを一枚の不織布の風呂敷で包んだ二個包みから25個、化粧箱入りまで数種類用意されているが、箱個入りは、補丁入りである。 風呂敷を模したビニールで包まれたポリ製の器の、きな粉に牛皮が三切れ埋没しており、別点の黒蜜をかけて食す。名称の、信玄は、戦国期の海の国主で、山梨県の象徴的人物と位置づけられている、武田信玄にちなんでいる。当時の盆時期に、仏前へ安倍川餅を備える習慣から発想し、黒蜜独特な舌触りと餅から作られた。 我が市のオリンピックと俗称の全国和紙大博覧会、第19回博覧会で名誉総裁、高松の宮信人新郎から、名誉総裁、高松の宮賞を下される。第13回から、名誉総裁は、高松の宮信人新郎夫妻が歴任していたが、貴郷信玄持が受賞した第19回は、秩父の宮秘設子もこの時だけなお列子皇族3名が、名誉総裁であった。 国土交通省主催ビジットジャパンキャンペーン VJC 魅力ある日本のお土産コンテスト2005で外国人に日本を強く意識させるものとして和菓子部門で銀賞に選出されて成田空港第一次オターミナル中央ビル4階日本土産専門ショップ桜店内でお土産日本代表として販売され1970年第5回新作観光お土産品コンクールで 日本商工会議所回答賞を受賞している。画像左が信玄餅、右は気境信玄餅。デザインや中身は告示している。笛吹市の貴境屋が製造、販売する気境信玄餅のほか北都市の金政権が製造、販売する信玄餅も存在する。貴境屋の信玄餅は1968年、金政権の 信玄餅は1972年に発売された。貴郷屋の貴郷信玄餅は1970年に第5回新作観光お土産品コンクールへ出品され、翌1971年4月1日付、山梨日日新聞への広告するも貴郷屋の商品名信玄餅は、近世権の信玄最中と同一の商標区分上で類似しており、気境を追加して、 企郷信玄餅へ名称変更して争いを回避している。後に、金政権は信玄餅を商標出願して商標番号101万5994号で登録され信玄餅を発売している。よって正しい解釈は最初に信玄餅を売り出したのは企郷屋であるが現在企郷がつかない信玄餅という商標を取得して売っているのは 金星券である。双方独自のオンラインショップを設けて販売している。他、甲府駅では改札外土産コーナーで、気境信玄餅を、改札内のニューデイズで信玄餅を扱っている。また、山梨県観光協会が、東京駅八重洲口付近に出店している、アンテナショップ、富士の国山梨館など、両社平売店舗では、気境や課金星券が確認される場合がある。 企業屋は他にも、信玄を関する商品を発売しているが、企業信玄餅派生商品は、企業、信玄と、企業を関し、企業信玄餅に関連しない、独自商品は、企業の文字を省略している。企業信玄餅をベースにした以下の商品を販売している。一部商品は企業屋のショップでは販売しておらず、コンビニや外部のオンラインショップで販売している。 ありがとうございます。